ピアスを買ったの。買ったんだ。クリスティアノ・ロナウドとか大迫傑がつけてるあのダイヤのやつ。一緒のブランドの。いや、あのパルマーニ。パルマーニっていうの。俺が考えた。ドンキで1000円。ダッシュでいこうぜの武田でございます。刻んでいこうぜ。アシックスのこの A の穴から。今日は何？アシックスのシューズレビュー。我々シューズレビューが非常に評判がいい。ありがとうございます。本当に皆さん見ていただいて。いや、面白いらしい。面白いんだ。面白いってみんなに言われて。へー。なんと今回あのアシックス本社からもその評価をいただきまして、はい、提供いただきました。ありがとうございます。理由がやっぱすごくて、この間周平の今まで良かったと思うシューズベスト5の動画上げたじゃん、はいはい、あれをアシックスさんが見てくださって、周平のランキング1位がスーパーブラストっていうシューズだった。それの2をぜひとも履いてくれということで、今回この動画が実現しています。12月ぐらいに買ってから練習の時はもう9割ぐらい履いてますから、それの2を今回提供していただけたところでありがとうございます。嬉しい。スーパーブラスト2耳にしてて即完売だったらしいですだよね、はい、めっちゃ人気。ブラストシリーズ悪く言う人いないよね。いないね。スーパーブラストの良さを良さをねちょっと語っていきたいと、はい、思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ウェーイ。はい、ということでこちらですね。開けていきましょうか。お願いします。まずどんな色なのか。はい、まあ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 お決まりですよね。じゃあいきまーす、はい、うわっ、じゃじゃん。うわ、なんか主張が激しくないシックな色できましたよ。いやです。おしゃれね。デザインもこだわっていただいて本当にありがとうございます。アシックスさん、スポーツの格好をしない普段着のような格好で、ノバブラストじゃなくて、ね、うんうん、スーパーブラストを履いてる人を都内で2回見たことある。ってぐらいやっぱりあのおしゃれなんだな。おしゃれで、ね、カーボン入ってないから、うんうん、その歩く人たちも楽なんよ、うん、多分そうだね、うん、そう、俺らが今おしゃれって言ってるんじゃなくて世論がおしゃれって言う。世論がもう世間が言ってる、うん、そう。ちなみに、はいはい、僕インド行ったじゃないですか。冗談抜きで、ね、これ笑い取ってるからとかじゃなくて、インドの富豪もあのスーパーブラスト履いてた。マジで高級車乗ってるインドの富豪が降りてきたら足元スーパーブラスだった。ガチ、これガチ。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいね。お兄さんとスーパーブラスト履いてた。インドの富豪がね。インドの富豪が。本日のハギ行こうかな。お願いします。今回紹介するのはこのシューズ。これ、縦にするとここがトウモロコシなんだよ。見えるよね、トウモロコシ。剥いたらコーンが出てくるよ。はい、ということで決まりました。まず持った感じめっちゃ軽いです。軽いのとアッパーがしっかりしてるので耐久性もあるのかなっていうのが見た感じの第一印象ですね。やはりアシックスメタスピードシリーズ今大人気で、トップアスリートたちがあれを履いてたくさん結果を出してるこのソール素材 FF ターボプラス、レーシングに使われてるさ、トップソールと一緒の。一緒です、一緒です。あ、やっぱそうだよね。この触った感じがもう、あ、もう絶対反発します、スーパーボールのように絶対反発しますっていうのはもう触った感じで、このシューズマイスターの私としてはもう一発で分かるような仕様になっております。前回の動画でスーパーブラスト1周平が何でもできる言ったと思うんですけど、まあ今回も長距離目線で言ったらレースシューズ以外のことを何でもできちゃうのかなっていう感覚、まだ履いてないんであれなんですけど第一印象ですね。どうでしょう。今のちょっと一つ言いたくて、はい、俺はねフルマラソンこれで言うしか言ってほしい。足に優しいのに反発感があるんですよ、うん、ちょっと話ないよ。いいよ。ふくらはぎがつるってことはふくらはぎつる、ふくらはぎつる、つ結構つるよね。もちろんそれってよろしくの走り方とか体の代謝の問題とかいろいろあると思うんですけども、もう一個測定、はいはいはい、測定が張ってくるとふくらはぎも張る、うん、逆に言うとふくらはぎが張るから測定も張るっていうと、どっちもこう紐づいてるところなんですけども、カーボンがないからそこの張り測定の優しさっていうのがカーボンシューズと比べてないわけですよ。ってことはふくらはぎも優しいんですよ。なのに反発がすごいんですよ。なるほどね。使ってほしい。それ聞いたら、まあ、まあ俺も楽しみになっちゃったけど画面見てる人らも吐きたいでなるね。それは足に優しくて反発があるって意味わかんないのよ。そうだね。そんなワードないんだからこれ、うん、存在しないのよ。でも彼はそれを叶えてくれてる、はい、全然いけると思います。3分40ぐらいだったら、はいはいはい、足の力だったら、まあ、それは実際履いてみてまたあの感覚とか話してほしいんですけど、うん、ちょっと、はい、ワン持ってきちゃうので持ってきますね。マジですか、ありがとうございます。もちろんもちろん、はい、こちらですね。
確かにここの表記では、うん、こっちは FF ターボなんですけど、こっちは FF ターボプラスってあの、うん、パリスシリーズを使ってるんですよ、はい、こっちがソウルがシンプルにパワーアップしてる。なるほど、それ出します。あー、いいっすか、いいっすか。メタスピードエッジパリスなんですけど、はい、ここのこのもちもち感の、はい、このソウルがもう全部ここに入ってるよと。このソウルとこのソウル一緒ってことだよね。その素材がね、素材が作りは違うと思うんですけど、うん、素材は一緒です。これはね、はい、弾むよ。でこのしっかりとした厚さも担保されてるので優しさもしっかり出ますと、はい、それも変わらずなんですが、多分アッパーはちょっと変わってるね。なんか見た目見てください、強くなってる。はいはい、はい、ね、こっち。おー、ほんとだ。あ、強くなってる感じが感じあるよね。触ったらめっちゃわかるわ。うんうん、 ありますよね。もちろん、あ、気づいちゃった。2の方が重いんです。うん、そうだよね。そうです。ああ、今なんとなく今、はい、持った感じ分かったっていうか、はい。元々がめちゃくちゃ軽いから、まずそこの重さ気にならない。うんうん、で履いてもらうとさらに分かるんだけど、フィット性がすごくいいのでさらに軽く感じます。シューズ特有のね。はいはい。もう一個。はい。じゃじゃん。結構使ってるんでちょっとすり減っちゃってるっていうところあるんですけれども、うん、今回こちらのスーパーブラスト2グリップ性が上がってます。なるほど、はい、ああ、そうだね。前回の動画でグリップ力はまああれかなって言ってたと思うんだけど、はい、そこを補ってきた。そういうことです。重くなってるけど、うん、重さが全く気にならないけど、アッパーがしっかりしたのとグリップ性がしっかりしてるところをパワーアップしたのでさらに安定感が増したと。なるほどね。声を大にして言いたいのは、うん、とにかく優しい。とにかく優しい、ね、優しいってことは、うん、足に負担が少ないっていうので練習が継続しやすいんですよ。それがやっぱその強くなるための一番の近道なので、うんうん、そこを高いパフォーマンスの中で優しさを見出してくれるっていうのは、うん、唯一無二だと思います。なるほど、はい、いいこと言った。うん、うん、超いいこと言ってる、うん、アシックス渋平は何を覗くのかな。アシックスの担当の人金くれみんな。どんどんこうなるこうなってるから優しさも兼ね備えつつ強さもあるみたいな。グリップ性が増すってことはスピードが出しやすいんで、うん、そうだよね。そう、グッと踏ん張れる。おっしゃる通りです。グッ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 って踏ん張れるところだもんね。昨日の動画でみんなに褒めてもらって味しめたんだよバレた、うん、もう履く前からいや超いいし超楽しみじゃんみたいな話やってんじゃん、うん、冒頭でも言いましたけど現状はあの買えません。これで即完売してるから。あ、そういうこと。売ってません、残念でした人気なんで現在はこれ買えないと、はい、ネット販売も即完売だったし、ステップとかゼビオとか行って、うん、残ってるサイズとかじゃないともう買えないみたいな。いきますか、スーパーブラスト2で行きましょう。参りましょう、ダッシュで行こうぜ。本格的な夏だね。マジで暑い。36度7度。今6です。うん、行きます。はい、多少重たくなったって言ったけどこんなの何も感じない。何も、うん、それだけのフィッティングがあります。いや、めちゃくちゃ映えてます。入ってる？うん。ああ、はいはい、もちもちですね。そうですね。ああ、すごい。もうね、絶対にこんな弾むソールしてるやんっていう、うん、なんか質感を感じます。ジョギングしてみます。はい。うん。なんだなんだなんだ。なんだ。ネイマールぐらいリアクションするやん。あ、何？葉っぱにぶつかったってこと？短距離っぽいジョグだな。バネバネし、周平を画角の真ん中に持ってかないでちょっと横に映すことで PV っぽくかっこよく見せる演出。でん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 てんてん、聞こえてたんだこれ。動きでね、伝わるよ。その弾んでるからその動きになるのねっていう、あの走りでした。語った通りだね。語った通り、語った通り言うわ。うん、短距離も長距離も全員これかい短距離も長距離も全員これかいアシックスのこれスーパーブラスト2売る時の文言にしちゃおう。本気ならアシックスじゃなくて短距離も長距離も全員これかいちょっとだしやってみましょう。はい、はい、グリップ性の感じとかも、はい、ちょっと変わってるんで OK です。はい、うん、グリップ効いてる音してるね。手術レビューをもう、ね、約7年間続けてますけど、お、めっちゃいいリアクションですね。こういう手術レビュー始めて約7年経ちますけど、やっぱそういう僕らから見ててもこのグリップが効いてる音っていうのは分かるんですよね。音で分かる。お前の走りは音で分かる。アシックスありがとうございます。
最高の手術です。本当もう言うことないっす。もうないないないわ。めっちゃいい。ちなみにその1とさ2では反発感は変わる？俺レベルの人間ではねちょっとわかんないけど、グリップがしっかりしてるんでこっちより反発を生みやすいって感じが。うん、なるほどね。反発が上がったっていうか、うん、生みやすい感じがある。はいはい。これぐらいやっぱグリップっていうのは大事。スピード出すにあたっては、うん、はい、うん、ちょっとさ 100m 流ししようかな。あー、オッケー。チャリで追いますか、うん、ついてくれるかな。何秒？11秒4。いやそれ無理だわ。追いつけるはずがないよ。早すぎる。びっくりした。やばくない？やばいね。まあそんぐらいこう踏ん張れるというか力を伝えやすい手術だもんね。そうですね。確実に、はい、このグリップが上がったことによって、うん、スピードを出しやすいので声を大にしよう。短距離も吐け。大にね。大にして言う。短距離も吐け。分かった。前足部分で接地するだけ。こういう感じ。うん、ノーカーボンですからね。ノーカーボンだよ。これすごいわ。こういうことですよね。すごいわ。これがシューズがもたらしてくれる、うん、ランナースプリンターへの恩恵です、うん、え。もうこれもうみんないいでしょ。買ってくれこれは。あの増えてほしい世間に。このスーパーグラス2が履いてる、うん、そしたら、ね、全員に声かけるから短距離選手には。はいはい、いいシューズ履いてんねってで草野先生もいます、うん、いいシューズ履いてんじゃん。絶対います。案件動画じゃないのにここまで俺らがプッシュできるっていうのが信頼してほしい証拠というか、はい、シューズもプッシュできるし走りもプッシュできる、うん、うまい。ありがとうございます。ダッシュで行こうぜ。さあまずフィッティング。フィッティング、これ 6.0 でしょ。 6.0 ぴったりだね。あ、ほんと、うん、じゃあ6の方がいいんじゃないの。吉川もやっぱアシックスちょっとねここが広い傾向があるんで、ここはマジ気をつけてください。はいはい。じゃあ立ちます。はい、うん、あ、あのユーミン。ユーミンでしょ。優しさに包まれてる。見てください皆さん、鳥肌立ってんだろ今日。いいシューズの時は鳥肌が立ちます、うんうん、しかも全身です今回は。はい、あーすごいわ、はい、はいはいはい。ちょっとジョグしてみます。はい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 。いや、いいじゃん。なんか潰す走りになってる。ちゃんと長くいけそうな感じ。いや、同じことすんなお前も。いや、ネイマール超えんなお前は。初めてスーパーブラスト履いたけど、周平が言ってること何一つ持ってないわ。持ってないっしょっていう優しさをまず感じる。スピード入れた時もスーパーブラストするの良さ出るから、ちょっとスピード入れてみる。 そこも大事、そこも大事。そうそう、しっかり踏んで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 。え、いいじゃん、動き動きいいじゃん。ほらほらほら、いいでしょこれ。どうですか吉木さん。グーいただきました。めっちゃいい。何が一番良かったですかっていうアンケートがあったら、うん、あ、ちょっと刺されました。今のは大げさじゃない。今のは大げさじゃない。ガチで痛かった。そうだね、グリップって痛い。ああグリップね、うん、ってぐらい踏ん張れる、うん、グッと踏ん張った時に地面をプッシュできる、この感覚は間違いないし、地面を噛んだ感覚、うん、地面を噛んでグッと押し出す、この感覚が無敵になった感覚。ヨシキさんグリップ大好きだもんね。うん、そういう意味ではやっぱグリップあることでヨシキさんの良さって出るんじゃないかな。やっぱりそうだね、うん、ラスト、はい、もうちょっと早めの、ちょっともう一回行ってみよう、うん、気持ちよくなったべ。気持ちいい、うん、いけいけいけ。俺も出力 90% ぐらいでちょっと行ってみようかな、うん、いけ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 。リラックスリラックス。どうすかどうすかどうすか。いいよ、バカ踏ん張れるから、はい、バカ力入れやすい。12秒49。まあ加速100だから。まあ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 、でもよ12秒4。いやこれスピードもいけるって今証明できたでしょ。できたね。いや本当にカーボンの硬さを感じない、かつ力が入れやすくて反発を生み出せる、この感覚は結構本当に新しい。ないでしょ。ない、うん、全部いけるでしょ。全部いける、はい、この感覚は本当に初めてでした。ありがとうございます。ということで、はい、今日はスーパーブラスト2を2人で初めて履くという動画でした。この動画を見てなんかちょっとでも良さが伝わったなって思う方はコメント、あとチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でお会いしましょう。次は何のシューズかな。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。
それでは皆さん、またのご機会にさようなら。